性の方ですね。おいくつですか？26です。お住まいは恋愛関係にあるというわけですね。彼は一緒になろうって言ってくれてるんですけど、それでよくよく話し合ってですね、心中しようっていうことになったんですけど。なさい、そういうことは。もう実際やってしまったんですよ。はい、やってしまったんです。かれこれ30年になるんですけど。30年前のお話ですか。彼だけまだ生きてるんですよね。死んでしまったんですよ。亡くなられて30年経つ、そうおっしゃりたいわけですか。そう。許せない。あなたのこと。ダメですね。そういうことを言っちゃったっていうこともあるんじゃないか。嘘つき。そういうことはね、絶対に。嘘つき。え？嘘つき。一度メールなりファックスだ。嘘つき。でバタバタしてたもんですか。何が？まぶちゃんなんと連絡取れないんですよ。スタジオ変わったの分かんないじゃないの。何すんだよ。九州地方では強風、福島県では道路を歩いていた男性に飛んできた屋根の一部のアーケードのガラスが割れ、買い物客の上に降り注ぎ、人が重軽傷を負うなどの被害が、交通にも影響が出ており、では最大で6時間の遅れが。今日午後5時ごろ、静岡県高田郡伊豆町の海岸で、女性は20代から30代ぐらいの痩せ型で、髪は短く、身長は…太后は宝生と対戦し、太后は絶望的となりました。白王は送り出した3名が並ぶ結果となり、東京アットマーク。電話つながってないんですけど。こっち見てんじゃねえよ。うーわー、きつい。勝俣くん、私だけ死んじゃったんですよ。許せないですよ。あなたのことですよ。
キムさん、キムさん、何やってんですか、キムさん、キムさん、キムさん。